マカーム。マカームとは、マカーム、マッカーム。複数型は、マカーマーとマコマットは、アラビア語で、止まるところを意味し、場所、段、地位などの意味で使われる、普通名詞だが、中近東の音楽では特に音楽理論用語として使われ、先方の体系、システムを意味する語である。音楽理論用語としてのマカームは、先方の体系、 システムといったようなものである。アラブ音楽の音階と説明されることも多い。旋律や音楽様式、楽曲体系そのものを指すときもある。マカームは旋律型の集合体、旋律の型、パターンの集まりでもある。音階と旋律の巡り方を合わせ持ったものとも言える。同じ音程構造、つまり同じ音階型を共有するマカームもある。そのときは、 旋律の巡り方や雰囲気などによって区別される。そして、通常二つ以上のジンス、ジンズ、複数型は、アジュナース、アイナズ古代ニリシア語のガンマニュー、ジェノス、ゲノスより、種類の意と呼ばれる、テトラコルド程度の範囲の音域の旋律の種、旋律の種によって構成されている。マカームを西洋音楽の音階と比べると、中立音程、三四などの使用が、 特徴的である。代表的なマカームはラースト。半音ではなく、4分の1音下げる記号をここで、仮にとすると、大体次のような、音階である、と描写されることが多い。C、D、E、F、G、A、B、E の音は、E フラットよりは高いが、E ナチュラルよりは低い音となる。どの程度になるかは、時代、地域、学派などによって違うが、 例えば E は、音程比27時22分、約354.547セントとなる。マカームの理論付けにおいて、重要な役割を果たした人物として、イスハーク・アルマウス・リー、アッバース長期の音楽家、キン・リー、旧世紀、イスラム哲学の創始者としても、有名。ファーラービー、10世紀、哲学者として、有名。キターブ・アルムース・イカ・アルカビール・キーターブ・アル。 ミューズカ・アルカビア、音楽の大書、音楽大前の著者、イブン・シーナー、哲学者。チユの初期ターブ・アルシファ・キーターブ・アルシーファには、音楽理論に関する章がある。サフィ・ユッティーン・ウルマウィー、1216年、ゴロ・ゲイ・イラン西部のウルミア生まれマイナス -1294 年没、13世紀の神秘主義者。アッパース朝最後のカリフム・ムスタースイムに使え。 キターブ・アル・アド・アール・キーターブ・アル・アデュア、先方の書の著者などが挙げられる。また、アブドゥン・ラフマーン・チャーミーも簡潔にまとめた論文を残している。純粋の音楽家ではないのは、当時のイスラム知識人は万事に興味を持ち、手を出すのが普通だったから。また、キンディーラの理論は古代ギリシアの音楽理論著作の流れを受け継いでいると言えないようで、その意味では、マカームの理論には、アリストクセノス、 アルキュタス、プトレマイオス、ピタゴラスなどが関わっているとも言える。マカームが1オクターブを超え、2オクターブにわたって定義されているのは古代ギリシアの音階論と関係がある。トルコのマカーム・マッカーム、イランのアーバーズ、ダストガーフ、アゼルバイジャンのムガーム、ウズベキスタンのマコーム、マカーム、中国、新疆ウイグル自治区のムカム、マカム、マカーム、モーリタニアのブハールも、 アラブ音楽のマカームと同様のものである。他の音楽文化圏では、西洋古典音楽における、先方、インド古典音楽における、ラーガ、中部ジャワ伝統音楽における、パトゥ、パテと、日本の画楽における、調である。以下に、各種のマカームについて、例を挙げるが、マカームの説明は参考とした資料によって、違いが大きく、ここでは、 表記に一体性が取れないことを中記する。出発音マブダー、開始音、開始音アーガーズ、終止音、カラール、決定音、強調音ガンマーズ、支配音、中間停止音、丸数、復習資音ザヒール、ダヒールともなどの機能音が定義される。古典音楽のマカームの伝統は、大きくマシュリク、東アラブ古典音楽とマグリブ、西アラブ古典音楽、 アラブ・アンダルース音楽、ヌーバ・マールーフ、マールーフの伝統に分かれる。ジンス、旋律の種とは、ジョージスのように、マカームの構成要素である。マカームはいくつかのジンスから組み立てられており、ジンスは三つの音、四つの音あるいは五つの音からできている。ここでは、一、四フラット、半音ではなく一、四音下げるを Q と表記する。なお、このという表記は、 一般的ではないのに注意。よく使われるのは、フラット記号の縦の線、棒の部分に、左上から右下へ向かう、斜めの線を付け加えたものである。ここでは、1、4フラット、半音ではなく1、4音下げるを9、1、4シャープ、半音ではなく1、4音上げるをプラスと表記する。主音、メロディー、曲、旋律の最後の音。 終わりの音が非常に重要であり、演奏家は絶対にこれを間違えてはいけない。これを間違えると違うマカームになってしまう。また、主音から始まる第一人数、最初の人数も重要で、この第一人数が大体の場合そのマカームの肝である。1、4フラット、半音ではなく1、4音下げるを9と表記する。は、上行形、下行型を示す。 イラクのバグダードで伝えられてきた声楽、および小編成の気楽合奏、タフト、タクト、ジャウクあるいはチャルギーなどとも呼ばれるでよく用いられる、マカーム。演奏の際の編成は独唱者、マカームチーあるいはカーリーと呼ばれる、サントゥール、ジョーザ、呼吸のようなもの、トゥフ、タンバリンのようなもの、ダラブッカなどからなる。別資料。 br, ダマスカスでのアラブ音楽のマカームの基本的なもの単数形タブー、もしくはタバー、複数形トブー、サナーアート、複数形、単数形サヌアとも言われる。サフィア・ティーンは、主要なものを、マカーマーと、派生的なものを、アーバーザートと呼んだ。ラテン文字によるトルコ語の聖書法では、マカームは、マッカームと表記する。複数型は、 アラビア語に基づくマッカーマットが用いられるが、トルコ語固有の複数形語尾を用いて、マッカームラーとも言う。イラン伝統音楽の先鋒。七種類のダストガーと五種類の派生。アーバーズの全十二種類がある。ダストは、で、ガーは、ダガやセイガーのこと同じ。旋律型グーシェガッシェイを持つ。アゼルバイジャンのムガームについては、 情報が少ないが、アゼルバイジャンの作曲家で、ショスタコービチの弟子からカラーエフ、バレエ音楽、雷の道が有名によれば、ムガームとは、アルバイジャン特有の戦法の名称、またはその戦法をもととし、組曲と教師曲を結合したような構成を持つ、楽曲形式の名称と定義される。7つの主要なムガームがあるとされ、シャシュマカーム、 シャシュマカム、六つのマカームを意味するは、ち大な一連の曲の集まり、組曲である。ラーストなら、ラーストという音階、先方で統一された、声楽曲や気楽曲の集まり、そしてその体系である。音楽体系とも言い得る。BR シャシュマカームには、以下の六つの先方があり、六つのち大な曲群にあたる。十七世紀頃に、 ブハラやホラズムの宮廷音楽家によって、形作られていった。タスニフ、トスニーフ、テスニフとも、タルジェ、トルジェ、ガルドゥン、ガードン、ムハマス、ムキャマス、サキル、サクルの五つの楽章からなる、ムシキロと、マシキナット、コンランのイ、気楽部分と、サラフバル、サラクバー、タルキン、トーキン、ナスル、ナサー、ウファル、ユファーの四楽章からなるナスル、ナサー。 三分の一、声楽部分から構成されている。ウイグル族のムカム、マカム、マカムとも、は、長大な一連の曲の集まり、楽曲体系、音楽様式、新教のウイグルの大曲、ムカム芸術として、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。10世紀から13世紀にかけて、特決族の間でその基礎が固められ、 14世紀になって天山山脈の南北の地方に広がり、15世紀にはムカムの子もムカムとしての構造も一応整ったと言われていい。ムカムを構造的にも不動のものとして確立させたのは、16世紀、ヤルカンドアセ国の二代目の君主アブドバシデの日、アマンニサが時の優れたムカムの演唱家、カディールと協力して、 民間に三一三在していたムカムのチョンラクマン、チョンナグマとも、ダスタン、マイシュラップ、マシュラップともを整理し体系化したことによるものとされている。学士伝ウイグルの古典音楽家の詳細について書いてある。ウイグル族の住むそれぞれの都市に伝承されている。ヤルカンドの近くにある小さな村、バスでだいたい1時間半ほどメリケット。 メルキットには十二ムカムの古い形、十二ムカムより歴史の古いドランムカムドーランマコムが残っているという。アラブのマカムなどと同じような名前が参見される。ムカムとは楽曲の体系、曲の集合体。一ムカム分演奏すると大体二時間はかかる。十二ムカムすべてとなると〇〇た日はかかる。十二ムカム全曲を聴ける機会は今日は、 まずない。対外はあるムカムのごく一部を断片的に演奏したりする場合がほとんどで、それも合素ではなく、単独楽器で演奏されたり、多少演奏されやすく手が加えられた簡易版を演奏する場合も多い。経験を積んだウイグルの音楽家でも1ムカム分を覚えるのは至難の号で、12ムカムのうち1ムカムだけでも覚えて演奏できれば、賞賛に値するとされる。 東アラブ古典音楽におけるバァスラ、トルコにおけるファスルといった組曲形式、あるいは組歌形式いくつもの声楽、気楽曲を集めたもの。ノーでいう番組にあたるまた西アラブ古典音楽におけるヌーバ、マールーフ、ウズベキスタンやタジキスタンにおけるシャシュマコーム6つのマコームも曲の集合体というのムカムに似ているかもしれない。イランにおける ラディーフも同様のもの名前は、チョンラフマン、ダスタン、マイシュラップとも、モーリタニアには、ブハール、複数型は、ブフールと呼ばれる、先法のようなものが三十以上存在する。ヒンドゥースターニー音楽、北インド古典音楽には、ペルシャやアラビアから来たと言われるラーが、ヘセイニ、ヘセイニ、ヘジャス、ヘイジャス、カフィ、コフィ、バハル、ベハー等がある。 カシミールのスーフィー音楽ではマカームという言葉が使われる。ただしマカーム、トーディなどといい実態はマカームの伝統より北インドのラーガの伝統に近い。トーディは北インド、ヒンドゥースターニー音楽でよく使われるラーガの一つ。いずれにせよこれらはインドの異端の響きである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。